こんにちは。こんにちは。どうぞ。こんにちは。じゃあコーヒーをお願いします。はい、お願いしますね。好きな感じとかありますか？好きな感じ、ほんとしっかりとした味が好きですね。ほんとしっかりになると、はい、このブラジルとか、あとコロンビア、はい、あとはブレンドになるんですけど、はい、コロンビアの方はちょっと深くに焼いてまして、オレンジっぽい感じとか ある甘みがある感じになってて、でブラジルは結構ベーシックな感じでチョコレートとかあとナッツとかそういう感じの甘みもあります。最後ブレンドの方がビター感から甘く変わっていく感じになるんです。冷めていくと甘くなっていくっていうちょっと変わった面白い感じ。あ、じゃあブレンドでお願いします。はい、わかりました。そうです、全部折り紙になってて、うん、エチオピアだけはワイングラスにしてる。なるほど。そうです、ワイングラスでやっぱ口当たりが全然違うんで。あ、コーヒーによってカップを変えるんだ。そうです。そう、確かプレーオフの時に飲ませていただいたエチオピアをワイングラスに、はい、あ、そうです、そうです。うわ、これ何と思って。すごいやっぱ薄いとその分香りが結構バッと広がるんで、します。ありがとうございます。ちょっと冷ましてから甘くなってくるんで、はい、先にちょっといっぱい飲んでもらって、ビター感があるところを感じてもらってから。じゃあコーヒーも僕もスクラムみたいなチェリーなんで、その身の味が種に移っているとこういう香りがしてくる。ああ、あまりとか感じがおいしい。正直コーヒースタンドって結構あの浅入りを中心に置いてるイメージだったんで、ビターのやつってあんまりないじゃないですか。最近のやつは酸っぱいコーヒーみたいな。ビター大好きですよね。2杯目どうしよう。エチオピアのワイングラスもまた飲みたいし。そうですね、ワイングラスで楽しめてやるとやっぱりエチオピアになるんです。あとはエスプレッソ、サッケー、スプレッソ系でいったらラテの相性も。そうですね、ラテが一番おすすめにはなるかなという感じですね。どっちも飲みましょう。あ、どうですか。バレルアロマパック。そうです、はい、あのバレルアロマパック、はい、ちっちゃい 210cc のパック持ってて、はいはい、あ、そうなんですね。この、ちょっとマットな感じで、はいはい、すごくお気に入りで使ってますけど、はい、そうなんですね。いや、本当に僕もそれが好きで、うん、好きです。僕も好きです。円錐とウェーブ使い分けることで、はい、同じ入れ方をしてもドリッパーが抽出効率変えてくれるんで。ああ、なるほど。時間もグラムも抽出量も同じでも、ドリッパー変えるだけで少しニュアンスを変えてくれるんで、それで豆に合わせて、キメとドリッパーで豆にフィットさせる。いや、プレオープンで来た時に、はい、プラス3で教えてもらってきたんですけど、コーヒー飲んだら本当に美味しかったんで、ワイングラスで出てきたのエチオピア。もともと僕コーヒー業界で働いてたので、はい、アパレル。あ、そうなんですね。で焙煎を、焙煎、まあ、先生に教えてもらって、まあ、その人が Q グレーダーっていう資格を持ってたんで。あ、はい、昔のカッピングジャッジで。そうです、うん、オープンと同時に Q グレーダー取って、あ、何かしら箔がないとなって、ね、うんうんうん、まあ、それあった方が分かりやすいですね。最近めっちゃコーヒースタンドって増えてますよね。増えてますね。だいぶ1年ぐらいの間に結構増えたんじゃないですかね。なんかこう気軽に寄れるような。そうですね、バールじゃないけどなんか多いですね最近。サクッと飲んで、
ね。しました。はい、ありがとうございます。思った以上に甘くて柔らかいですね。エスプレッソですか？あ、カフェラテ。カフェラテ。すごいですね。うまい。なんか変に酸っぱかったりもとかはしないですね。浅いけど。行ってるお店が結構軽い感じばっかりだったんですけど、全体的に結構しっかりしてますよね。あ、うちですか。はい、極力甘みは出したい、うん、濃度帯も他の浅いりのお店よりはちょっと濃いめに出したい。そうですよね。伏見の、うちに来るお客さんとか伏見のお客さんの需要を考えたら、そうだろうなっていう。僕こっちの方が好みです。うん、うまい。もちろんもっと紅茶みたいにあっさりしてフレーバーだけしっかりしてるっていうのが好きなんですけど、多分下に残るボディとかはうちのお客さんの層的にはそっちの方がいいのかな。深入りとかちょっとしっかりしたやつが好みな、はい、なんかワイングラスだから香りが溜まって嗅ぎやすいですね。嗅ぎやすいですか、うん、めっちゃ不思議な感覚やけど。それこそもっと浅入りのフレーバーだけガツンとした最近の発酵させたようなやつとか、うんうんうん、でそれ飲んだら本当に軽く酔った気分になすいません、やっぱりあのケーキももらっていいですか。ありがとうございます。チーズケーキありましたっけ。チーズケーキはスベイクのチーズケーキになってて、はい、じゃあそれを、それと、じゃあコロンビアコロンビアと、はい、ありがとうございます。あ、でもカヌレもあるんですね。そうです、カヌレもあるんです。とりあえずレアチーズで、あ、じゃあベイクドチーズで。ベイクド。本当おしゃれ。あ、ブルーベリーがめっちゃ合う。うまい。あんまりこうコーヒースタンドってそんなにこうスイーツの種類ないイメージというか、なんかレジの横っちょにちょっとビスケットとかが袋に1枚ずつ入ってペンペンペンみたいなイメージなんですけど。あ、本当ですか。ちょっと耐えきれなくて。うまコーヒーも結構量がありますね。そうですね、240出してるんで。でも、ここのコーヒーすごいちょうどいいですね。正直にすっきりしすぎず、めちゃくちゃどっしりコーヒーって感じでもなく、ちょうどいい。ちょうどいい。甘さがあるんで、多分それでちょうどいい感じに感じるんじゃないかなっていう。酸っぱいコーヒーがなんか苦手って人よく聞くけど、そうですね、
がっつり浅いり出してるところも、そんな酸っぱいお湯じゃなくて、結構軽く、さっきみたいな軽く出して、ね、優しい感じ、香りが引き出すみたいな感じにしたりとかもあるし、こっちみたいに甘さとか、しっかり出しつつ、バランス取れて、うまいな。どうしてもなんか、酸っぱいって言っちゃうから、ネガティブは。酸っぱいとか苦いとかってないですよね。そうなんですよね。ありがとうございます。コーヒーの豆の種類もあります。テレビビュースケのがね、いやー、全スイート。そういう略語にしちゃう。お茶も立てるんですよ。お茶を立てる？あの、抹茶ラテの時にお茶を立てるんですよ。へぇー。一個ずつ、その、シロップとかじゃなくて、はい、注文入ってから立てる感じ。すごいですね。だいたいなんかこう、シロップを使って、ってディスペンサーで、そうです。ビューって。で、なんかスチーマーで温めてみたいな。そうですよね。すごい、お茶立ててる。シロップ作ってるところが悪いわけじゃなくて、むしろ当たり前で、ここがすごいですよね。すごい。ちょっと飲みすぎました。美味しかったです。ありがとうございました。